皆さんこんにちは。こんにちは。目から鱗の時間です。パーソナリティのウィッチとゆみちゃんです。24時間常時放送のインターネットテレビシャナナ TV がお届けする目から鱗。今輝いている人の人生の転機のきっかけ、まさに目から鱗が落ちた瞬間を紹介し、ご覧いただいている皆さんの人生の転機のヒントにしていただく番組です。いや最近さ、最近テレビとか、はい、新聞とかで SDGs の関連のニュースってよく言われるようになった。いや、今更やな。そう、なんかもうだいぶ前に採択されてんのに、うんうん、ちょっとも、何にも言わへんなと思ってたら、つい最近になってから、そうあっちこっちで、もうでもなんかオリンピックでなんかちょっと忘れてた、一瞬忘れてた、なんかでもなんか、うん、電車の中吊りなんかにもその SDGs の。ごめんね、私電車乗らないから。そうなんか、ブルーチョアやからね。そうなんです、電車乗らないし、うん、ちょっと世間から疎くなってるかもしれません。ね、なんか、17ぐらいのなんか目標。でもね、うち息子中学生やん、うん、で宿題とかなんか その教科になんかそれ入ってたりするよ、うん、ISDGs。 そう、うん、なんか環境問題とか貧困問題とか、うんうん、いろんな目標を達成するゴールっていうのが決まってて、前なんかゲストさんで前もそれいらっしゃったでしょ。そうそうそう、でなんか、うん、海をきれいにする、掃除する人だったかな、はいはい、なんか、うんうんうん、でいるいる、そういう感じでね、うん、その持続可能でより良い世界を目指す国際目標っていうテーマらしいんやけども、友達もビーチクリーンやってるよ、毎週土曜日。そうそう、須磨海岸の掃除もよく言ったけどね、うん、うんうんうん、でそれに関してのね、環境や資源の節約に関わる、はい、うん、ウエちゃんなんか意識してることとかあるの？僕は洗剤。洗剤、へえ。洗剤をなるべく使わないようにしてる。すごいね。でもまあ体にも悪いしね、洗剤とかシャンプーとかいっぱい、ね、すごい意識高い系ですね。まあでもあの使わなあかんときは使うけどね、もうベトベトに油なってるときとか、そういう、うん、あの、はい、環境や資源の節約に関わるゲストさんをお呼びしています。わかりました、はい、お楽しみに。では一旦 CM に行きます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。おかえりなさい。はい、今日はですね、上田真一さん、食業務用の食用油ろ過システムっていうものを販売なさって広めようとなさってるんですけど、油って捨てるものだと普通思っ、いやいや、私飲食店でバイトしてた時に廃油、うんうん、業者さん来て、うん、取りに来るの。誰の、そう、フライヤーとかの油を交換して、そう、ね、そう、ね、空いたカンカンに入れてってしてたよ。僕固めて捨てるもんやと思ってたから、うん、まあ家庭やけども、うん、なんか回収来られるんですよね。あ、またちょっとまた全然違う方法なんです。リサイクル、はい、できるって、はい、まあ油って酸化するから還元するとまた使えるんですけどね、はい、還元触媒使ったらできるのかななんてこう思ってるんですけども、はい、じゃあご紹介をお願いします、はい、いや、皆さんはじめまして、大阪平野区から参りました有限会社クライアの上田真一と申します。よろしくお願いいたします。私の仕事はですね、食用油をろ過して、何度でも使っていくいう、そういう商材を扱っております。何度でも、はい、普通、まあ、油というと酸化したものを灰にする、うん、はい、これがあの一般常識なんですけども、うんうん、はい、私とこはそのエコレという商品を使ってですね、はい、その1年でも2年でも綺麗な油をずっと続けて排出しない方法をやっていってます、はい、そういう画期的な。交換もしなくていいってことですか？交換はありません。足していくだけですよね。足していくだけの、はい、そういう画期的なものです。そう、物質として液体として存在してる限り、はい、ろ過して還元するから再生される、はいはい、それ何でできてる油なんですか？油は普通 の一般の食用油、何でも使えます。それを再生する、ろ過して、はい、ろ過システム、はい、そうで還元するから、酸化したやつを還元して、はい、その機械がフライヤーとかについてるっていう、ですね、一番簡単な道具っていうのは実は、はい、
ペール缶ってご存知ですか。油のね、はいはい、あれの丸い形のもので、それが道具なんです。すごくシンプルです。道具、はい、そこに油を通すってことですか。通してまた油戻そう。ですね、まずちょっと説明させていただきますと、はい、フライヤーの下に籠入ってますね。あそこには、まあ、普通油を落とす前にですね、はい、そこに実はあのパウダーをまず入れておくわけですね、はいはいはい、でそこへあの油を落とします、はいはい、それをですね一旦出してですね、うん、まあ、ちょっとかき混ぜるんですけども、はいはい、それをすくってこちらの方にあのペール缶ちょっと重ねておいて、はい、上にフィルター入れとくわけなんですね、はいはいはい、そこへザーッと流し込むんです、はい、そうするときれいな油が下の缶に溜まってるって、それだけのことです。そういうこと、ね、それがね酸化値がもうね 1.0 ぐらい下がってるんで、もう本当にあの油がもうさらに近い、ほとんどの嫌な匂いがしない。なるほど。それから、もちろん酸化値下がりますね。匂いがしない、うん、それから透明感が増す、うん、もうほとんどあの匂い嗅いでもさらに油と間違えるぐらい。油ってあの、はい、疲れてくると粘度が、うん、そうなんですよ。それはどうなんですか、はい、それもほとんどの場合はあのサラサラになります。なる、はい、なるほど。まあこれはい、目安ってどれぐらいの目安でやるんですか。これはあのそのお店の使う頻度によって変わっていきます、はいはいはい、まあ、多いところだと毎日する場合とろ過をね、はいはい、まあ、普通私どもの普通のお店でしたら大体3日に1回ぐらいのろ過していきますね。う、はい、そういう程度です。作業工程的にはそんなに、はい、もう今の言うシンプルな上からなんか、ね、油の交換するのとまあそんな変わらない。変わらないですね、はい、ほとんど。それ何でできてるとか聞いちゃってるんですか。大丈夫です、はい、それはあのパウダーと言ってますけど、はい、これはあのケイ素なんです。あ、ケイ素、はい、まあ、口に、まあ、これ厚生労働省が言ってますけど、はいはい、口に入れても大丈夫なんです、はい、で何もこれ特殊なもんでなくって、うんうん、実はあの醤油メーカーさん、それから油のメーカー、はいはいはい、それからあのビール、はい、これはここのメーカーさん全部使ってるものなんです、うん、元々が、そこのその商材の中に特に今の匂いを取る、はい、酸化値を下げる、はい、透明にする、はい、この3つを特化した商品がこのエコロっていう商品なんです。う、はい、もうこれはあの使うとほとんどやめられません。というのがなぜか言うとですね、まず先ほど申し上げましたようにほとんど油を全く変えるいうことがないんで、足し湯だけで済むわけなんです。足し湯だけで足し湯言うと大体今 5% ぐらいですね。そのパウダーに吸われますから、はいはいはい、それとですね、まず厚みがずっと一定いい油なんで美味しいわけです。へ、ですから胸焼けしないから、はい、あの売り上げ上がっていくわけです。なるほど。ですから私たちもあのよくあのお店で説明するのは、はい、まあ、コストダウンもそうだけど売り上げアップにつながりますっていうことです、はい、それがものすごいあのこの商品の特にあの、まあ、いろんなメーカーあります、はい、で私どもは実はあの後発メーカーなんです。まだ10年ぐらいの、はいはい、でもその、この商品が素晴らしいということで、まあ、大阪市はトップランナー育成事業ってあるんですけど、はい、これにも推薦してくれてます。それを発明されたんですか。あ、すいません、うち販売会社です。販売会社、申し訳ございません、販売会社です、はいはい、それとかあの大阪府の中小企業の、はい、推薦していただいてますし、はい、もちろん特許を取ってます。それとあのハサップ対応型ですね。あ、なるほど、はいはい、もうこれでその安全性が担保できてると思うんですね。それとSDGs の17項目のうちの9項目まで提供してるんです。そういった素晴らしいものです。これって家庭用ではないってことなんですか。また業務用だけですね。業務用だけ、はい、家庭用だと使う量が知れてるから、うん、あんまりメリットがなくなってくるっていうか、ほんまは使った方がいいんだけども、うんうん、結構面倒くさいよ、あれ油捨てるの、うん、ペットボトルにこう移したりとか、うん、まあ、固めて捨てて、そう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 、でもなんかそのね、なんかリサイクルをするみたいで、はい、やっぱペットボトルに入れて捨ててくださいみたいな感じで言われるけどね、はい、行政からね、あ、ゴミの日にね、ゴミの日に、うん、そうそうそう、はい、でゴミの日でなんですけど、これ今エコレっていう商品についてますけど、はいはい、実はそのパウダーとフィルターっていうのは、はい、もう一般の家庭ゴミで処分できる。何で、何でできてるんですか。あのまずパウダーはケースです、その入れ物、入れ物紙袋です。紙袋、はい、はい、でも簡単にそのままあのこしたものをそのままスッと出してもうゴミ箱に入れるっていう。ですからそれとまずあの灰を出さないということで、はい、CO2 の削減にかなりこのできるわけなんですね、はい、ただあのあのコマーシャルしてないんで、はい、まあ、ほとんどの方が知りません、うん、ですから
まあ、浸透し最近ここはオリンピックの関係で大手さんは全部そのハサプタということで、うん、来てますけど、本当にまあ去年ぐらいからぐーっと上がり出してきて、なるほどね、今年は特に、まあ、多分その灰を出さないということもあれですし、はい、当然油も植物油とかその原料があるので消費をいっぱいすればいっぱい穀物がいるわけですよね。だからそれから言えば資源を大切に使うという意味からすればリサイクルしていつまでも使っていく方がまあ地球の方に優しいと。例えば、はい、あれじゃないですか、ラードとかみたいな固まってるオイルとか、はい、あれでも使える。まずろ過する時はですね、だいたい120から140度の油をろ過します。なるほど、はい、そのお薬とかそれと混ぜる関係もあってっていうことですか。そうですそうです、まあ効率よくいうことで、はい、ですからだいたい180ぐらいでだいたい使ってもらえる、うん、はい、ちょっと温度が下がったところでろ過していきます。なるほどなるほど、はい、まあそうですよね、粘度が低いですからね、高い温度の時の方が、うん、そうなんですね、はい、あとそれとですね、はい、まずその、業務用の食用油ろ過システムのことを冒頭にちょっと言っていただいたんですけども、はい、上田真一さん自身のこと、はい、人となりみたいなものをちょっとお聞きしたいなと思って、はい、専門はなんか電気が専門だったんですね、専門学校行かれて。まあそうですね、まあ、電気というか、まあ、家電の方なんで、はい、一般のまあテレビとか冷蔵庫とか、はい、そういう販売の会社ところへ、まあ、ちょっと勤めてたんですね。なるほど、はい、だ電気的なことはある程度その、はい、まあ、詳しいというか、うん、こう理解できてるというか、まあ、はい、ということはもうその電子が与えられたら還元で、電車飛んでいったら参加やとかっていうようなこともまあね、まあ、あんまり勉強してないですけどね、はい、まあ酸化還元っていうのは単純にもう電子の問題なんですよね。まあですから私もこの商品を聞いた時に、まあ、メーカーさんが、はい、もう一遍で全くの素人やったんですから、はい、に関してはぜひそれやっていきたいと言ったんですね、はい、ま、何のお仕事をされていてそれに惹かれたんですか。私はずっと掃除の仕事をずっと、まあ、平成7年からしてます。はい、はい、でまあ、掃除の仕事っていうのは、まあ、うちはもうほとんど下請けの仕事をしてるので、はい、まあ、営業活動ってほとんどしてなかったんですね。で、まあ、なんか新しいもの掃除っていうとなかなかちょっと、まあ、ビル関係ですと相当お金こういるんですね、設備投資とか、まあ、それとか人の問題とか、はいはい、でまあ、ちょっとそこまで大きいことはうちもできないんで、何かちょっと新しいものないかないうことで、まあ、交流会なんかに行ってたわけで、はい、でそこでたまたまそこの、メーカーさんの部長と出会って、うん、じゃあそれ私とかやりたいということで、はい、まあ、でもそれも4年ほど前なんですけど、はい、やっぱりこっち全くの素人やし、はい、その自分っていうのは、まあ、僕も商品がすごいから飛び込みでよく行ったんですよね、お店居酒屋さんに、まあ、大体2時1時半から2時ぐらいの間やったらちょうど、ね、はい、まあ、お休み休憩中の時なので、はい、でまあその時間帯狙っていくんですけども、えらいもう本当に天の滅びで、なるほど、はい、まあそんなんでちょっと、うん、なかなか入るのが、まあ多分ね、皆さんね、あ、そんないいシステムがあるんやっていうのは今もう分かったと思うんですけど、はい、一番聞きたいのは、はい、初めにどのぐらいの金額がかかって、はい、ランニングコストどれぐらいかかるのっていうのが一番多分聞きたいと思うんですよね、うん、その辺についてちょっとお伺いしたいんですけども、これはね、はい、本当に今私もびっくりしたんですけども、はい、さっき言った道具の5600円ほどなんです。5600円そう、これ、ね、はい、で、はい、あとのパウダーは、はい、まあ、大体18リッターの油をろ過1回するのに、まあ、税金とか送料全部入れ込んでも大体950円ぐらいです。950円、はい、そんなもんです。1等間の油を18リッターの油をろ過するの、はいはいはい、で実はもう去年から油がどん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 上がってますね。もう去年ね、はい、2000何本の油が今もう4000近くあ、そんなに上がってるんですか。でこれ10月また上がる、いや、うん、上がるんやな、上がってるんやなと思うのは、マヨネーズも値上げになってるし、あの全部油の原料になってるもの、うん、みんな上がってるから、そうそう、あ、上がってるんやなと思ってたけど、はい、倍になってるんですよ。そうなんです、それも小さな店舗にあるとある程度のチェーン店のところでもそういう値段。あ、そうなんですね、はい、はい、それやったらますますやっぱりリサイクルしたらね、はい、もう経費節減になりますしね、うちのとこから
か。うちあんまり油とか日本料理屋やから。あ、そうなんですよ。そっか。あ、でも天ぷらとか唐揚げとかあるじゃないですか。まあでも、うん、まあそうやね、うん、使えたら使いたいね。そうですね、アジアの有名店さん、イタリアンやってるところも実はあの鍋でちょっとだけでしたけど、まあ大体 1.5 ぐらいですかね、はい、それでもこれをあのデモンストレーション行って見せて、これすごいっていうことになって、まあ基本は3リッター以上なんですけど、まあそこはちょっとあいろいろこう工夫して、はいはい、あのやっていくということで、なるほど、あの取り上げてもらいましたね、うん、はい、まあ、ですからあのとにかくお店の実際使っている油で試すと、もうとにかくびっくりです。そうですね、うん、だからろ過した油を匂いでもらう、匂いを嗅いでもらうんですね、まあ、豆苗見たらすぐ分かります、はい、まあ、びっくりされるんです。ほとんど嫌な匂いしないんです。ところがもともと鍋が嗅いでいるとみんな嫌がるんです。そうですね、嗅がない、ね、もうそれびっくりされるんですね。あとそれとですね、はい、またちょっと今のそのお掃除屋さんを始めるまで、はい、いろいろ紆余曲折がこうあったっていうのをちょっと聞いてましてですね、その辺の話で、あ、はい、どうぞ、はい、まあ電気店で働くようになったっていうところまで伺ったんですけど、はい、それからどういうふうにこう紆余曲折して現在のその掃除の会社にまで来たのかっていう、はい、その人生の流れみたいなものをちょっとお伺いしたいんですけども、はいはいはい、そうですね、25の時に、まあ、はい、電気からちょっともう、はい、あまり大した何がないっていうことで見込みがない、まあ、自分自身にね、はい、まあ、出世の見込みもないいうことで、はい、じゃあそれでちょっと、まあ、どっか何かいいとこないかなっていうことで、はい、たまたま僕の友人の関係の会社が、あの僕が辞めるように聞いたもんで、はい、じゃあ来てくれっていうことになって、なるほど、そこで初めてあの繊維関係 の, あの仕事を、あ、繊維関係ね、はい、で繊維関係って僕もあのどんなに厳しい会社業界かって全く知らない、なるほど、ただメーカーやから、はいはい、時間が決められた時間で仕事が終わると思って、ね、はいはい、なるほどね、はい、うちは小売の方やから、はい、もう夜中でもそうですよね、とんでもないで自分は仕事してたん で,、はい、そうですね、これは楽やなと思って入ったんですけど、はい、まあとんでもない業界でした。なるほど、まあ、まあでもそこでいろいろ入ったおかげで厳しかった会社だったからこそ、はい、まあいろんなことを教えてもらって、はい、でまあ12年経って、まあ、独立できたわけなんですね。独立した、はいはい、それはどんな、お会社さんで、繊維関係の会社です、はいはい、なんかブラウス、そうです、ブラウスの受注生産の会社、ね、そうです、受注生産で、はい、はい、まあそれで、まあ、何年やったかな、大体7年ぐらいでしたね、はい、まあその間ちょっといろいろ問題があって、はい、まあちょっとどうしてもあの、まあこれはもうあの会社それも潰れることになるんですけども、はい、はい、まあそれが平成の4年でしたですかね、はい、でそこからあのちょっと半年ぐらいやっぱりちょっとショックが大きかった、はい、まあその業界20年おりましたからね、はい、でまあそんな関係でちょっとブラ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 しながら、なるほど、でまああの次でも言いながら次ね、やっぱり何かあの仕事するにしても、ね、はい、あのやっぱりあのゆくゆく自分で事業したいなって思って、なるほど、でもお金もないし、はい、やっぱり現金の仕事、現金いただける仕事をやっていきたいいうことで、はいはい、まあその時じゃあもう掃除しかないなと。なるほど、私掃除が一番大嫌いだったんですけどね、正直言って。まあ、僕も嫌いです。もう大嫌いです。もうあの埃の立つとこ大嫌いだった、はい、うん、分かる。まあだけど、まあ、そんなこと言ってられんと。なるほど、うん、でまあそれじゃあちょっとどっかいい会社ないかなって言ってちょっと、まあ、働きに行ったわけなんですけどね、はい、まあでももう45近かったんかな、はい、なかなか社員っていうことはもう無理やったんで、はい、まあ、いきなりまあそれで面接の時に言ったんが、もういきなり顔見るなり断ろうっていう相手の社長が思ってたんで、うん、すいません、もうあのパートでもいいですから、うん、3年間だけ働かせてくれませんかって言ったんです、うん、そしたらまあ僕の社長がじゃあ800円で、時給800円でもいいか、いいですって言って、まあ、そこからですね、でもその時ね、思いました。もうね、時間1時間経ったら800円ポーンって入るんですよ、うん、何してても、うん、ぼーっとしてても入るわけです、はい、
もうその時はありがたいね、思いましたね、すごく。なるほどね。まあおかげさんでそこでもちょっと大事にしてもらったんで、うん、まあそれこそ11ヶ月で独立しましたね。めっちゃ早いですね。うん、そうですね。めっちゃ早いですね。私まあちょっと言葉の力っていうことをちょっと信じてまして、はい、でまあ自分でやりたいことを言葉に出すと。なるほど。でまだその時その倒産して働いて3ヶ月ぐらい12月ぐらいの時に、まあ、周りの知り合いって、まあ、全部知っていますからね、はい、友達関係でそこの席で、まあ、飲み会なんかでもう1年経ったら独立するって言ってしまったんです。あ、な何もないですよ、お金も何もない。なるほど、はい、独立する、まあ、皆さんね、あ、はい、そうか、まあ、頑張りやっていう、まあ、まあ普通はそうですよね、はい、頑張りやって言ってまあね、お金もないし、それでもまあとにかくそういう言葉使いながらやっていって、まあ、途中ちょっとめげそうにもなりながら、はい、でやっぱりちょうど、ね、ですから翌年の9月の1日に、はい、お金ないんで形だけでも、はい、とにかく区役所行って開業届だけ出す。なるほどね、はい、まあ、一応形になりますからね、はいはい、まあじゃああと道具何持ったんや言ったら、もうそれこそバケツと雑巾と掃除機で、車は5万円の車で、まあ、1万円のゲップで、はい、まあ、そんな状態からスタートでしたね、はい、まあちょっと二十何年になりますけど、まあいろいろありましたけど、まあなんとかここまで来れたいう感じですね、はい、でその独立その、うん、もうして、はい、で掃除業で、うん、やり始めてからこう、はい、どんな順調に行くまでどんな感じだったんですか。どんな感じ、仕事はポンポン入ってきた。いやいや、もうとんでもないです。もう働いてた時のお客さんって全部置いていきますからね、はい、そうですよね。1から0から取らなあかんかったんで、はい、まあというて知り合いの人ってほとんど仕事くれないしね。そうですね。だってこの間も、はい、もう何も知らない人働いて、私もほとんど営業やってたんで、もうその仕事って、現場の仕事ってほとんどやってなかったんですよ、はい。まあ、それでもとにかくね、とにかく仕事を取ってから覚える。なるほどね。で自分でできない仕事はちょっと前勤めてる会社に電話して、はい、ちょっと手伝ってもらえませんかっていう感じでね、はい、まあ、そんなんで、まあ、どないしてやってきたんかないう感じですけどね。でも今はこうね、普通にこう回ってるっていうのは、はい、ね、うん、まあそうですね、ここまで来れたのありがたいですね、はい、いや本当に、うん、いっぺんちょっと CM、ね、はい、入ってから、はい、また後半お話聞きたいと思います、はいはい、いってらっしゃい、いってらっしゃい。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、おかえりなさい、はい、では話の続きとちょっと PR なんかもね、はい、していただきながら、はい、ちょっとお話伺いたいと思います、はい、でまあその清掃業の仕事をやって、はい、でその、業務用の食品油ろ過システムに出会ったと、はいはい、でこれはええわということで、はいはい、このまあ、売ろうと、はい、でどんな感じでこうセールスしていったんですか。そのまあ飲食店なんか飛び込みですか。そうですね、飛び込みでしたね。で飛び込みと、あとはあの交流会行った時に、あ、なるほどね、はい、そこで話をさせてもらいましたですね、はいはい、まあでもランチ交流会に、まあ、飲食店の方ほとんど来られません、はい、まあ、まあ本当にそれで、うん、どうしたもんかなと、まあ、夜の交流会とか、はい、いろいろ、うん、飲食店はランチの時間帯にはランチで忙しいし、ワンワンでディナーで忙しいから、うん、交流会に行く暇が実はないっていう実情なんですよね、飲食店 の、 その実際に経営して、はい、まあ、自分が厨房に立ってるっていう経営者の人はね、でそんなもんで、じゃあそのお店に行くお客さんに声かけたらいいんじゃないかなと。なるほど。で交流会行った時に、
まあ、名刺交換した時に、あの、まあ、うちはこういうろ過商品やってますよ、うん、あの、まあ、田中さん、あなたの食べに行くとこ、あの、行ったとお店どうですか、はい、どんな感じですか、はい、って聞くんですよね、はい、じゃあこうって言われて、いやちょっとそういや匂いがきついかな、油臭い匂いがするとこあるねって言った、じゃあ一度そういうお店紹介していただけませんかっていう、その辺からでしたですね、はい。もう板前さんなんかよくあの油疲れたら生姜、はい、掘り込んでちょっと生き返らせたり、生姜にそんな効果があるんやなって、まあ多分昔ながらの知恵なんでしょうね、だからあ生姜がこんなん還元してるんやなとかこう思いながら、だから還元すれば油は再生するんやっていうのはその辺はちょっと知ってたんですけどもね。お時間もそろそろなので PR 何か、はいはい、告知することとか。そうですね、はい、まああのまあ、ろ過あのシステムっていう商品は他社たくさんあります、いろんな、まあ、これ手前ミスになるかも分かりませんけど、私もいろんな会社の調べさせていただきましたけど、とにかくその簡単でシンプルで、あのろ過できて、しかもそれがずっと酸化値をあのいい状態で保ちながらずっと1年でも2年でもできる商品っていうのはあまりないと思います。そうですかね、しか言えません。あまりしか言えません。サイクルでずっと古いやつが残ってるから、はい、実はあの還元しにくくだんだんなってくるんですよね。そうなんです、はい、そういうことなんです、はい、それをずっと維持できるので、もう皆さんもう今あの最近のところに皆さんびっくりされてます。ぜひその詳しいお話は、はい、あってね、聞いていただく方が分かりやすいかと思うので、もし興味あるなっていう方には、はい、あの上田慎一さんのフェイスブック、はい、あの上田慎一この漢字でですね、はい、検索すると出てきますので、はい、お友達になってなくてもメッセージは使えますのでね、はい、ぜひともそれでお問い合わせいただいて、はい、あの実際にねまずデモしていただくとか、はいはい、その方がきっと分かりやすいです。実際見るのが ね一番確実ですのでね、そうですね、簡単な18リッター用であればとりあえず8000円やったら何回か使えま ますよ、ね、道具付きでありますので、はい、ぜひ試してください、はい、では今日も、はい、どうもありがとうございました。面白かったです。またお願いしてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、さよなら。僕は君の大人のおもちゃさ。